はい、本日はですね、カバン屋がおすすめするメンズリュック3ブランドを紹介していきたいなと思います。でですね、今回こちらに3つ紹介させていただこうと思ってあるんですが、僕よくですね、服とかはレビューしてたりするんですけど、あんまりリュックとかって、それこそアウトドアメーカーのリュックとかは紹介したりするんですけど、普通リュックメーカーとかはあんま知らんくて、それでも視聴者の方から聞かれるんですよね。なんかリュックでおすすめのブランドありますかとか、どういうリュック合わせたらいいですかとかって聞かれたりしてて、俺引きこもってるからちょっとリュックあんまわからんなっていつも思いながらコメント見させてもらってたんですよ。で、結構最近それこそアウターとかダウンジャケットに合わせるリュック何がいいですかって聞かれること多かって、これは持ち屋に相談するべきやなと思って、僕が一人で解決するよりも専門の人に聞こうと思ったんですよね。そしたら以前つながりのあるカバン屋さん、つなぐでっていうメーカーなんですけど、そこのカバン屋さんの人と以前コラボレーションで、スローとトリプルネームでコラボレーションしたことあるんですけど、そこのカバン屋さんやったら、知ってるやろうと思って、メンズの僕みたいなファッションしてる人のおすすめリュックとかってあったりしますかって言うと、ありますよみたいな感じで、それやったら拓造さんに一回サンプル送りますねって言って、今回こちら3つを借りてる状態なんですよね。だからしっかり丁寧に扱って丁寧に返していかなきゃいけないので、今回に関してはレビューという動画っていうよりかは、どっちかというとカバン屋さんがおすすめする、僕みたいなファッションとか僕みたいな系統がお好きな方の、メンズのブランド参戦っていうのをご紹介していこうかなと思います。なので例えばノースフェイスのデザイナーが作ってるリュックがあったりだとか、他にも機能的なコーデュラっていう素材が使われてるリュックがあったりだとか、それ以外にあったらカッターナイフで切っても切れないリュックがあったりとかっていう、それぞれなんかいかにもこうガジェットっぽいというか、アウトドアが好きな人は絶対好きやろなっていうアイテムをこう3つ今回お借りしてるので、それを紹介していきたいなと思います。なので今日の流れとしては、まずリュックの形ですね。それぞれ1個ずつ3つあるので1個ずつ紹介して、ここにジップありますよね、ここにポケットありますよね、こんなところにボールペンさせるんだみたいなところの話をしていって、でその次に実際僕アウターとか結構あるので、そのアウターを着た上でこのリュック背負ったらどんな感じになるんかっていうのを見てもらって、でその時にカバン屋さんからの一言みたいなのがあるんですよね。でそれをちょっと載せていこうかなと思うんですが、ただそのカバン屋さんからの一言に関しては本人の許可得てないので、個人的に僕にこれ僕こう思ってんすよねって連絡来てくれてたのをそのまま動画で言おうかなと思ってるので、ちょっと許可得てないので、これ見てもらえてるってことは許可出てるとは思うんですが、それぐらい多分そのカバン屋さんが多分好きな3つを紹介してきた感じにはなってると思うので、ちょうど人と被らへんちょっとセンスのあるようなリュックが欲しいなとかって思ってた方は、今回これが参考になるんじゃないかなというふうに思いますので紹介していきたいなと思います。では3つ先にブランドとかを言おうかなと思うんですが、僕はちょっとは知らないのでこれカンペ見ながら言いますね。送られてきたメールを見ながら言うんですが、この一番上にあるのがノースフェイスの元デザイナーが作ったリュックっていうことで、これがブラックエンバーというブランドなんですね。このリュックの形はフォージという形になってるんですけど、要はそのブラックエンバーというブランドですよね。これがノースフェイスの元デザイナーが作ったカバンになってて、でもちろんノースフェイス の, あのデザイナーが作ったやつは撥水機能もついてる、リュックにもなる、肩掛けにもなる、で旅行の時のコロコロの時にもこれをつけれるっていうスリーウェイな使い方ができますよっていうのがあって、でこれもう一個面白いのがガロウィングがあるんですね。車ってガロウィングってこう上にヒューってドア開くじゃないですか、あんな感じのやつがこれにもあるので、それがあったりだとか、次に紹介するのがこちらですね。エアーって書いてるんですけど、このエアーっていうのがご存知ない方もいらっしゃるとは思うんですが、これ日本で有名なマスターピースと同じ会社らしいんですね。へーということで、マスターピースといえばカバン屋で日本で有名やと思うんですけど、ここにも同じようにマスターピースのロゴも入ってるんですよね、タグのとこに。なのでカバン屋が作った知る人ぞ知るメーカーなんかなと思います。僕は全然知らなかったんですけど、こちらがエアーのデイパック2という名前なんですね。でその次の紹介が、こちらベルーフっていう名前になってて、これすごいのが外がね撥水の加工になってて水が濡れへんっていうのは後で映像を見てもらったら分かるんですけども、それ以上にすごいのカッターで傷つけても傷つかないらしいんですよね。でそれに関しては僕ちょっとこれ購入したものじゃないんで、ようそれはできないんですけど、それぐらい特殊な加工というか、そういったこうアウトドアっぽい加工がされてるということで、この辺なんかも結構珍しいと思うんですが、そんな順番で紹介していきたいなと思います。ではまず一番最初はこちらブラックエンバーのフォージをご紹介したいなと思います。ではまず外観見ていきましょうか。こんな感じ、表側はいかにもこうかっこいい感じですよね。なんか中に潜んでるんやろうなっていうのがもういかにもこう分かりそうな、こうポケットいっぱいあるんやろうなみたいな感じで、後ろを次見ていくと、後ろのとこにはちゃんと背中のとこパッドが入ってたりだとかするんですけど、これよく見てもらったら、あれこれなんかリュックやのに肩掛けんとこないやんと思ったらですね、ここの後ろのマジックテープをビリビリと剥がすんですね。
そしたらここからなんとまあこの肩影が出てくるわけなんですよ。ってことはこっち側もピリピリって外せばもちろん肩影が出てきて、おーリュックになったねということになってるんですけど、でこれね中見ていきたいなと思うんですが、まず一番外側のチャックをまた下ろしますね。ビーって下ろすとここにはまあ本当にすぐ取り出しやすいような、例えばティッシュとかハンカチとかボールペンなんかも入れれる部分があるんですが、そんな小物が収納できて、で次にこの平べったいとか開けていきましょうか。そしたらですねこうがっつり開くんですね。おお結構開くなってことで、おそらくここがメインの収納になってて、ちょっとパッドが入ってて、このなんか書類とか入れたりもできるし、ここには小物も入れれるし、なおかつここのジップを開ければあのトランクケースみたいになってるんですよね。でピューって開けていくとここにメインの荷物が入れれますっていう感じで、で次のチャック開けていくとここはですね荷物の容量が大きくなるジップなんですね。だからちょっと足りひんなと思ったりしたらここ開けてあげればさらに大きくなりますし、普段はこれ閉めていればコンパクトに持ち運べるということで、で最後が一番肩に近い部分というか背中に近い部分のジップを開けると、これどないなってんの言うと、ここにパソコンとか入れるようになってますね。しっかりクッションも入ってあるし、ほんでもってその裏側の生地がなんていうんですかね、ウールっぽいモフモフの生地が使われてるんですね。だから画面とかが傷つく心配がないような配慮がされてたりだとか、まあ、この辺はいかにもこうあれですよね、こうギア感があるというか、こう見た目はあのスーツなんかで合わせるのかなと思いきや、開ければ開けるほどいろんな機能が多彩に彫り込まれてて、まあ、アウトドアメーカーの洋服なんかともマッチしそうな感じですよね。でまあ、これを実際着てる様子っていうのが、まあ、見てもらいたいなと思うんですが、着てるじゃないですね、背負ってるですね、まあ、こんな感じで背負うんですけども、次はあのカバン屋さん の感想を聞きたいなと思うんですけど、カバン屋さんの感想がですね、これあの世の中に出ると思ってないからめちゃくちゃ個人的な感想ですって来てるんですけど、とにかくめちゃくちゃデザインがかっこいいです、ギア感満載で男が好きな要素満載ですというふうに書いてあって、まあ、この人も多分好きなんでしょうね。ストラップを収納する際にガルウィング型に開くデザインも秀逸というふうに書いてあるので、多分この人これが好きなんでしょうね。もう思いが伝わってきそうなんですが、そんなことが書いてあって、ブランド自体はまだ日本での取り扱いも少なくて知らない方も多いとは思うんですけども、まあ、知る人ぞ知るというようなブランドになってるらしいです、まあ、一応完全防水ではないらしいんですけども、まあ、それこそ止水ジップ使ったりコーティング使ったりしてるから、まあ、防水っちゃ防水な感じにはなってるんですが、じゃあ完全に防水なのと言われたらそんなことはないというふうに言ってはったんで、まあ、その辺が特徴かなと思います。で先ほどからノースフェイスのデザイナーさんって言ってるんですけど、その方がですねアメリカの方なんですね。でアメリカのノースフェイスのデザイナーさんなので、これはイメージとしてはなんか東京をイメージして作ったカバンになってるらしくて、まあ、スタイリッシュで洗練されてなおかつ中にいろんな機能が彫り込まれてるというのがこの一つ目のブラックエンバーのフォージというカバンになってるようです。で次がですねこちらのエアーのデイパック2を紹介していきたいなと思います。これ結構あの割と小ぶりな感じになってて、さっき のカバンが結構高いんですよね。やっぱそれこそめちゃくちゃ機能詰まってるから3万6000円ぐらいするってことなんですが、これに関しては2万4000円ぐらいになってるので1万2000円ぐらい安いんですが、さっき言ってたあのマスターピースのメーカーですね、マスターピースと同じ会社が作ってるカバンになってて、見た目の外観的には外側は至ってシンプルな感じですよね。僕が以前ノースフェイスで持ってたカバンっていう形にそっくりなんですけど、右側だけにペットボトルとか水筒が入れるようになってるんですね。これ実はありがたくて、左側は実はないんですよ。なんでっていうと左のこのポケットってあんま使わないんですよね。で右肩だけで持つことはあっても左肩だけで持つことってあんまりなかって、あれ水どこにあったっけな、右にあったっけな、左にあったっけな、あそういや右にあったわっていう時ってあると思うんですけど、もうこれに関しては右しかないので、片手持ちする時はもう右で持つし、ちゃんと持つ時は両方で持てばいいしっていうような感じで、これは僕個人的にはあのいいんちゃうかなと思ってたりするんですけど、そんな感じで背中のところにもしっかりクッションが入ってたりだとかっていうところで、まあさすが2万円台出しててマスターピースの会社が作ってるだけあってめちゃくちゃ作りしっかりしますよね。でまあ開けていきましょうか。パッて開けていくとここは比較的大きいですね。ガバッと開けれるような感じになってて、それこそボールペンであったりだとか、このメッシュの部分にはなんかちょっとした小物ティッシュとか入れたりもできるやろうし、あとはハンカチ入れたりもできるし、あと印鑑入れたりとか、そういった細々したものをしっかり小分けできるように感じになってますね。でここのジップなんやろ、キュッと開けていくと、あここにはあの財布とかが入れますね。ちょうど財布ぐらいが入るようなスペースになってて、キークリップなんかも一緒についてて、ここにカチンって入れておけばあのカバンの中でどこに行ったどこに行ったって探さんでいいようになってますね。そしてメインを開けていきましょうか。あメインの前にもう一個なんかあるな、これ何、秘密のポケットみたいな、これ開けていくと、おおスポンジみたいになってる、柔らかい、これ何入れるとこなんやろ。ここはなんか柔らかいクッション材が入ってますね。でも大きさ的には長財布ぐらいな感じになってるので、電子機器とか入
入れるのかな、まあそうしたら安全やと思うんですけど、そんなところが真ん中にあって、次はメインの収納のところがバーッと開けていくと何が入ってるのか、あーなるほどなるほど、この背面部分にはパソコンを入れるようになってて、で次にこういうところにはノートとかかな、あの書類とか入れるような感じですね。でさらにこのメインの部分はしっかり形があの整えられているので、ここはペタンコにならないでしょうね。だから意外と小ぶりやけどもしっかり形が整えられているから、まあ、本当デイパック1日使える量としてはまあ申し分ないんじゃないかなと思います。で、まあ、クッションとかもめちゃくちゃ柔らかいですね、背中のところの。こんなエアーって知らんかったけど、こんなブランドあるんですね、やっぱり。で、まあ、次はあの着用してる様子見てもらいたいんですが、これやっぱカバン自体がですね結構ごつめの生地使ってるんですね。でさすがこの生地がコーデュラやなと思うんですけど、やっぱコーデュラの生地使って頑丈さもあるし、で表側だけはちゃんと撥水の加工が使えるようにもなってるしっていうところで、カバン屋さんの個人的な感想を聞いてみたいなと思うんですけど、その方はですね、もともとは一応このブランドエアーっていうブランドはジムとかオフィス向けにバッグをリリースしてたらしいんですけど、今に関してはどっちかって言ったらガジェット系とか PC とかで使えるようなクリエイターに向けて作られたりもしてるっていうことになってるらしくて、よりこうシンプルな感じ、無駄を削ぎ落としたようなシンプルでスタイリッシュやけども、内側に関してはちゃんと素材とかポケットの素材とかも変えながらちゃんといろんなものを保護するように考えられて作られてるということで、今日紹介する3ブランドの中では一番知名度があるらしいんですね。でエアーって言ったら知ってる方も多いっていうぐらい知名度はあるんですけども、それでもやっぱカバン屋さんからしたら有名かもしれんけど、一般的にはまだまだそこまで知られてないっていうのがこちらのエアーのデイパック2ということになっているようです。では次3つ目いきたいなと思うんですが、こちら3つ目がですね、ベルーフのゴーアウト16って書いてるんですけど、16っていうのかな、わからないですけど、そういうことになってて、これが何かっていうとですね、これはあのメイドインジャパンって書いてあるんですけど、これ見てもらったらわかるんですけど、この表側の質感めちゃくちゃすごいんですね。これ今まで触ったことないでっていうような質感になってて、これ値段何倍だっけな、1万7600円か。これしっかりコーティングされてるんでしょうね。ここがね、あのさっき言ってたみたいに水弾くの当然、そんなことは誰でもできますやんと、まあ誰でもできるわけじゃないけどね。だけどこれに関してすごいのは何っていうと、デザイナーが自分でやったらしいんですけど、カッターナイフでグーッと思いっきり切ったりしてもう切れないんですね。それぐらい特殊な加工がされてるということで、触り心地もちょっと特殊なんですよ。めちゃくちゃマットな感じになってて、触り心地のいいと言いますか、こう触ってても皮脂が残ったりもすることもないし、まあそれはそうですよね、雨はじく言うてねえから、まあ大丈夫やと思うんですけど、そういったちゃんとコーティングがされてて、止水ジップが使われているので、おそらくここの表面に関してはもう完全防水になってるんでしょうね。で裏側見ていくと、裏側に関してはこれは結構シンプルですね。どっちかっていうとやっぱ値段が一番安いっていうところもあって、さっきほどクッションとかが入ってるような感じはないですね。この後ろの脇の部分にジップがあるんですね。これをピュッて開けていくとどうなってるかと言いますとですね、実はここにスマホをリュック背負った状態で入れてみたり、あとは財布をそこに入れてみたり、こうリュックを背負った状態でできるんですよね。でそこまで考えられて、ここにポケットが装着されてるというのもこのカバンの特徴かなと思うんですが、まあそんな感じが見た目です。ではまず表のポケットを開けていきたいなと思います。これに関してはもうジップポケットがもう大きいポケットが2箇所だけなんですね。だから分かりやすい、これ表側ピュッと開けていくと、ここに何が入ってるのか、ガチャーン、あもうこれがメインですね。ここにはもうメインのポケットになってて、特に背面の後ろに関してクッション材は柔らかい薄めのクッション材はあるんですけど、めちゃくちゃごつい保護ケースみたいな感覚ではなくて、あ若干保護材っていうかクッション材、パソコンとかタブレット用のクッション材が入ってるなっていうのは感覚では分かるんですけど、まあ、これに関しては普段あんまりそのパソコンとかタブレット持ち歩かへん方の方がいいかもしれません。勝手にこんなこと言っていいんか知りませんけどね、僕やったらパソコンとかを入れるカバンっていうよりかはもうなんかこう濡れたあかんもんとか、あとはこう私服のリュックとして使うにはめちゃくちゃいいんちゃうかなと思うんですが、まあシンプルにあの小分けするポケットとかも特になかったりするんで、まあこれほんまシンプルですよね。ここがもうメインどころのポケットというところになってて、次の後ろのジップが背負うところにあるんですね。ここを開けていくとどうなる、あここにスマホとかあのタブレットとか入れんねんな、なるほどなるほど、ここはちゃんとクッション材入ってました。おそらくここに PC であったりとかタブレットを入れるんですが、これに関してはおそらく MacBook の13インチしか入らないですね。僕が持ってる16インチは入らないので、ワンサイズ小さいやつとか、あと普通にまあ iPad とかは入ると思うんですけど、まあ、もしパソコン入れはる方やったら13インチまでのものであれば入るんじゃないかなと思います。
で、まあ、これ着用してる様子見てもらいたいなと思うんですが、多分見た目的に言うと僕個人的にはこれが一番かっこよく見えるんですね。その表側にしてたあのカッターでも切れへんって言ってた加工あるじゃないですか。あれが特殊な加工でデューロンっていう耐久性の高いポリウレタンで加工してるとのことでした。で、まあ、仕切りがないことに関してはあえて仕切りを作らんことで、まあ、自由に物が詰めれるっていうところもあえて仕切りをなくしてる要因らしいです。まあ、あのカバン屋さんの、感想を聞きたいなと思うんですが、カバン屋さんの感想はですね、実はこの人はですね同じブランドの別モデルを持ってるらしいんですね。で、これ何がいいかって言ったらめちゃくちゃ軽いんですよって言ってて、で軽くて長時間背負ってても疲れへんところがこのブランドはいいんですよねって言って、このブランド何やったっけな、ベルフっていう名前なんですけど、まあ、やっぱどれも軽いみたいですねこのブランドは。で、やっぱこの方もおっしゃってるんですけど、デューロンの独特な雰囲気があって見た目以上に強度も抜群ですと。で、ここにも書いてあるんですが、あのデザイナーさんがカッターナイフで力強く切っても傷つかないっていうのがあったらしいんですが、テスト済みでやったらしいんですけど、僕は怖くてそんなことできませんっていうふうに書いてあるので、まあ確かにね、これカバンにカッターつけるってなかなかの勇気いると思うんですが、まあそんなんがあって、でさっき言ってたみたいに背負った状態で、スマホとかあと財布っていうのをポケットの中、あの背中のところのポケットにアクセスできるっていうところも良かったりするんかなということで、コスパと満足度が高いモデルになるんじゃないかなと思いますっていうふうに書いておりました。はい、以上がですね今回紹介した3つになってるんですけど、まあ、もちろん今回紹介した3ブランドでもこのモデル以外にもいろんなモデルがあるみたいなんで、まあ、さっきの着用動画見てもらった感じでアウトドア製品というか、まあ、ノースフェイスとかパタゴニアとかアークテリクスとかモンベルとか持ってはって、ちょっと街中で人と違うリュック持ちたいと思ってはる方なんかはやっぱりこの辺ってあまりセレクトショップとかでも見かけへんのが多いと思うんですよね。だからこうやっぱカバン屋さんならでは知ってるところやなと思うので、まあ、よく質問でどのリュックがいいですかって聞かれてたんですけど、まあ、この辺とかで、まあ、着用動画見てもらったと思うんで、それであこれかっこいいやんと思ったのを買えばいいと思うんですけど、個人的には僕はやっぱこのマットな質感って今まで見たことないんですよね。だからこの質感にどうしてもこのなんか触ったことない素材とか触ったことない機能にどうしても僕は惹かれるので、これちょっと興味湧くなっていう感じで思いますし、それ以外にやったら嫁はですねこの3つ見た段階でもう真っ先に飛びついたのがこれめっちゃ可愛いって言って、これめっちゃいいやんって言ってて、私のカバンにしようかなって、いえこれ返すやつやから、あんたのカバンじゃないからって言ってガビーンって言ってたんですけど、それが僕ら夫婦の感想かなだと思うんですけど、まあこんな感じで動画は終了したいなというふうに思いますということになっているので、まあ、気になる方は下動画説明欄にリンク貼ってますので、そこから見ていただければ、より違う使い方とかこんな使い方、こんなリュックの開け方もあるとかっていうのもあると思うので、まあ、僕紹介したのは、まあ、ごく一部なんで、まあ、そこから見ていただければいいんかなというふうに思いますということになってますので、本日はですねカバン屋さんがおすすめする3ブランドを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。